トロッコはなかなか忙しそうだね。まあこういうゲームか。だから神社とかをこう見に行くとか。神社よな。と。あ、神社、さりげない、そう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 、行けないところに行きたいわけ。なんで音切ったの。まあいいでしょ。まあ一つフォローすると、うん、これ僕でも面白くできないから、これに実況つけろって言われても。はい、だって無理だもん。あ、トロッコのやつとか、うん、同じこと言う。おーおーおおやばい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 、無理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 、同じこと言うと思う。はい、難しいよね。で今さ、あの看板に入ったじゃん。うん、あそこ右にももう一個看板あって、そっちに入るとここの温泉の隣に離れの別室があってさ、うん、どうしたら温泉入ればよかったのに。雪の子のRPして。いや、そこは考えよらなかったな俺。真面目だから。入れんの？ちなみに入れるよ。入れちゃ入れるんだ、うん、男か女かはほら設定しないから、プレイするときは。なかなかちょっと興味が湧くが、10万か、初期投資。うん、最低ね。チェ、買うか一丁。なかなか、良いとの勝負だよ。まあ、僕、酔わんから。ああ。酔わん、酔わん。うん。あと、そこそこ広くないと、移動はスティック。ディスってんの、僕の。違う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 。何、何、今の。足元も綺麗にしとかないとさ。三条一マをディスってる。足元も綺麗にしとかないと、うん、転んだりしたら大変よ。麦がなぁ、うん、いやでもさ、なんかさ、女性の体を触る VR のやつあれば、はい、それ麦触りだからできるのどうだ。じゃあ擬人化麦を VR でいいんじゃないですかね。いや、やることがえぐいんだよ。大久保さんに借りるわ。うん、僕も10万度も借りるってなかなかな。いや、あの人寂しそうにしてていいんじゃないか。一緒にやりましょうって。あの人なんか放送に出るたびにさ、うん、独身のなんか引け目みたいなの出していくのがちょっと好き。思わん？やりづらくない？俺はもうそれが好きだよ。中尾からさ、奥さんがって言った瞬間さ、うん、出た出たみたいな感じでリアクションすんじゃん、うん、あれ声出る前に顔から入るからね。お父さん。あ、また来たわってこう眉毛上に上がってこう椅子に背もたれにこう、うん、体を預ける感じ。中岡ちょっと気使うなと思いながら、すっとね、うん、その関係性が好きなわけよ。何、あの人結婚したいのかい。一応したいみたいなことは言ってるけどね。結婚すればいいでしょ。相手いいんでしょ。付き合ってないんだ今。いないのかな。あ、僕とはちょっと立場違うと思うけどな、うん、大久保さんに関しては。でもなんか今はいらないみたいな言ってる。それ言ってるんだったら、うん、違うものは出すだろう。前回の中稽古でそれ言ってたからさ、いらないんでしょ今は。いらないって言うけど、自発的に独身を貫いて、うん、40に差し掛かるとこまで来ましたでしょ。だったら後悔しちゃダメだよね。この年で相手の時間を奪って、うん、最後まで行けなかった時を考えると、こう付き合えないみたいなことを言ってたから前回。あー、うん、自分40、相手も40、うん、でこれ2年付き合って別れましたって言ったら、うん、その人の2年間を奪ってしまう。そんなことはできないみたいな感じで言ってる。今度さ、うん、あの毎回恋の顛末はどういう感じの傾向なんですかというのを聞いてくれない、うん、大久保さんに。なんとなくさ、大久保さん振られる側だと思うんだよねって言ってたよ。浮気されたり寝取られたりって前回言ってたよ。親友の友達に寝取られ、浮気され、なんかいなくなりみたいな、そんなこと言ってたから。大久保さんはもうこれ、まあ、放送で言ってたから今言うけどね。そうか、そう、かなり悲しい過去、ね、裏切られてるわけだ、うん、言ってしまえば。大久保さんから何かをして別れたことはないんだって。あ、やっぱ全部相手から何かがあったって。かわいそう、大久保さん。トラウマになってんじゃないか、ちょっと。 あると思う。ちょっとトラウマや、うん、めっちゃ聞きて。詳しいところをな、ドロドロっとしたところ。もう聞きて。あ、そうだ、そう、今コメントありがとう。そう、うん、プレゼント配送 DM に、はい、大久保さんに個人的なことを聞く DM を送るのはやめてください。おお、はい、それダメです。うん、大久保さんの個人的な質問を聞く、あるプレゼントのついでに、うん、今後一切答えない上にコピペで返ってくるので、はい、なるほど、もう今日限り、うん、一切締め切らせていただきます、はい、でも半分ぐらい大久保さんにも責任はある。返しちゃってる、普通に返してるから。うん、大久保さん半分割。大久保さんもいい人だからなんか気使って返しちゃうんだろうね、きっと。まあでもそこはね違うからな。
話かな。まあ気使ってないんだけどな多分それ気使う対象がより限定されていくだけで、うん、僕から言わせてもらうと論外、それはファンを裏切ってことに他ならないと僕は思う。なるほど、エコひいきみたいなもんだからね、うん、本当に気を使うんだったらもっと大きな目を見ないと、うん、と偉そうなことを言っている私は、はい、4年前、うん、グッズロスグッズを、うん、裸の写真を、はい、メールで送ってきた女性に送ったという、うん、ハニートラップに引っかかっております、はい、そして謹慎しておりますありがとうお後がよろしいようで、大久保さんよりも大罪人ありがとう、はい、お後がよろしいようで、また来週お会いしましょう、うん、お会いした坂本龍馬と中岡慎太郎、この龍馬さん仕上げバイ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 、ありがとうね、みんな聞いてくれて今日酔わなかった VR の映像ごめんね、酔った人いたら。こんなに視点動くんだな、頭ちょっとでも振ったら、うん、そう、もう頭の微妙な傾きが全部反映される。あ、ジャイロセンサー細かいの入ってるから。なるほどね、うん、でしゃがめばしゃがんで最初にさ、うん、設定するんだよ、うん、動ける範囲を選んで、うん、でゴーグルの位置地面に置いてくださいとかでさ、でその人の背の高さもそこで判明して、でしゃがめばしゃがんで進化してるもんですな、うん、あ、だシューティングゲームとかもあるんだよ、鉄砲のゲームとかやる。そんなのもさ、遮蔽物から顔だけ出してとかもできるんさ。 APEX やるわ、 PUBG と VR でみんなでやろうぜ。後ろとか振り向いたら後ろから来るとかもあるんだよ。ホラーゲームもある。わあ、ホラーゲームも選ぶ予定だったんだけど、うん、探したのが全部画面暗すぎてさ。なるほどね、雰囲気重視だから。今度ぜひ見たいな、うん、めっちゃ怖いぞ。麦めっちゃブスな顔してるから見える、こっからドブスドブスすんごい顔してやっぱ網の間からこっち見てるけど、こっち見えてないんだろうな麦の視力では行ってくるわ、うるせえだけだと思って。